司会殺人事件は1988年のアメリカ合衆国のミステリー映画。監督はマイケル・ウィナー。主演はピーター・ユスティノフ。原作はアガサ・クリスティの推理小説、死との約束。豪華客船での世界旅行中、司会のほとりで起きた毒殺事件に名探偵、エルキュール・レポ・アロが挑む。オリエント急行殺人事件、ナイル殺人事件。 クリスタル殺人事件、地中海殺人事件と、ジョン・ブラボーンとリチャード・グッド・ウィンのコンビが制作した、アガサ・クリスティ原作の映画化は次々にヒットしてきたが、それらより後に制作された本作は、ピーター・ユスティノフがポワロを演じているものの、一連のシリーズとは制作者が異なる。制作したキャノン・フィルムズは、チャック・ノリスの低予算アクションで知られる、B 級映画を得意とするプロダクションだったが、 この時期、スーパーマンホー最強の敵など、メジャー系のヒット作の権利を買収し、自身もハリウッドメジャーの仲間入りを果たそうと、積極的姿勢を見せていた。本作はその一環として作られたが、ヒットはせず、後にキャノンフィルムズも倒産に至った。しかし上記による、キャノン以前のアガサクリスティシリーズも、ディスカッションドラマであり、決して大予算というわけではない低予算映画である。 ジョン・ブラボーンとリチャード・グッド・ウィンのファンによるキャノンへの批判は根拠のない印象論でしかない。ありがとうございます。